こんにちは、こうです。生理に関するお悩みシリーズ、今回で最後となります。今回は生理前、生理中のイライラや不安感などの精神系症状にアプローチしてまいります。原因はですね、エストロゲンと呼ばれる女性ホルモンの減少だと言われているんですね。エストロゲンには心と体をリラックスさせる働きがあるのですが、分泌量が減少してしまうとですね、もう些細なことでもこうイライラしたり怒りっぽくなったりですね、安定しなくなるんですね。では早速ですが、ヒーリングをお届けしてまいります。
はい、カニオです。はい、全4回にわたり女性の生理に関するお悩みに、アプローチする気候ヒーリングをお届けしてまいりました。今回ですね、シリーズ化したきっかけはですね、パートナーに毎月の生理に対する理解がもらえないというお悩みから始まったんですね。男性にはこういった悩みがないので理解できない人がですね、結構おられると思います。人間としては同じなんですが、女性と男性では体も違いますし、脳の作りも違うんですけどね。日本は性教育も遅れているので、大人になってからですね、急に理解しようと思ってもなかなか難しいと思いますしね。でも知識として知っているだけでもだいぶその女性をですね、いたわれるようになると思うんで、彼と一緒にですね、勉強してみてもいいのではないでしょうかね。どうか毎月のお悩みが軽減されますように。次回は4回まとめた動画をですね、お届けいたします。それでは次回もよろしくお願いします。またね。